いやあれは楽しかったな。おっと、ちなみにそのさらったお嬢様がそこにいるお方だよ。どうだ、鎖骨のラインが美しいだろう。どうしたもんだこれ。お嬢様は安らかに成仏してるわね。レッダ、ちょっと頼みがあってね。頼み？うん、私を浄化してはくれないか。彼女はそれができるほどの力を持ったプリーストだろう。キールはお嬢様を守る際、重傷を負ったが、彼女を守り抜くために人であることをやめリッチーになったらしい。不覚にもこのリッチーのことをかっこいいと思ってしまった。さあ準備 OK よ。いや助かるよ。アンデッドが自殺するなんてシュールなことできないのでね。じっと朽ち果てるのを待っていたらとてつもない神聖な力を感じ、思わず私も長い眠りから覚めたってものさ。